はい、どうも、美容女子チャンネルです。先日アップいたしましたカッターさんとのコラボ動画見ていただけましたでしょうか。カッターさんがね、巡ってきたスタジアムの中から印象に残っているスタジアムをベスト3という形で紹介してもらった動画なんですけど、はい、いやもう話聞いてて、3つとも僕たちがまだ行った時がないスタジアムだったじゃないですか、うん、だからもうめちゃくちゃ行ってみたくなりました。本当にもう超行きたくなりましたね。宮崎のスタジアムなんかは木が使われていることを初めて知ったんですよ、はい、すごい魅力的ですよね。行ってみたい、ね、素晴らしいですよね、うん、あとマジでカッターさんめちゃくちゃいい人で、いや本当だよね、なんかもうそんなね、僕たちみたいなガキ相手ですよ、正直。本当にカッターさんから見れば、うん、本当に丁寧に対応してくださったりとか、動画撮影も丁寧にしてもらって、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また機会があればね、ぜひよろしくお願いします。カッター行きたいですね、うん、本当に行きたいです。そして話は変わりまして、相模原戦勝ちました。いやでも勝ちましたと言っても後半は心臓に悪すぎて、いや本当に相模原いいチームでしたね、うん、すごくね、現地お天気悪かったようなんですけど、うん、現地観戦の皆さん本当にお疲れ様でした、ね、サポーターの皆さんも本当多く駆けつけていて、うん、500名でしたよね。でね、約すごい行きたかった、うん、ね、行きたかったですけど、はい、熱い応援をありがとうございました。ありがとうございました。それでは相模原戦のレビューいきたいと思います。どうぞ。では相模原戦レビューやっていきたいと思います。思います。まずは試合のおさらいから。前半、右サイドを軸に山形が攻め込み続け、終了間際に先制に成功。後半、最終盤にかけて勢いを強めた相模原だったが、決定機を決められずに試合終了。1-0、見事勝利を収めました。まず、両チームのスタメンなのですが、山形はキーパーに藤島選手を起用。相模原は5人変更と、だいぶメンバーをいじってきました。注目の藤本選手もメンバー外ということで、何か怪我などトラブルがあったのかと思われます。そして試合が始まりました。戦前の予想通り、序盤から山形がゲームを支配します。この試合は後ほど詳しくお話ししますが、山形の右サイドからの攻撃が絶好調でしたね。かなりここからチャンスを、逆に相模原からすればピンチを作られていました。まずは4分、中原選手、藤田選手と横につないで、最後は南選手のシュート。惜しくもキーパーに弾かれますが、序盤にこういう押し込む崩しができていたので、あ、この試合はいい流れで戦えそうだなと僕はね、このシーンで感じました。対する相模原も9分、安藤選手が野田選手を振り切りドリブルで侵入。山崎選手の股を抜くシュートを放ちますが、藤島選手がビッグセーブで防ぎます。この試合藤島選手すごく良かったですね。ね、すごく良かったね。久々の出場でこのパフォーマンスはさすがですし、大怪我の影響っていうのはもう全く感じさせませんでした。ここから立て続けに10分11分と山形が決定機を作り出しますが、粘り強く守る相模原からゴールを奪えません。なかなかネットを揺らすことができなかった山形でしたが、45分、中原選手が出して受けてを繰り返し、南選手、樺山選手、ビニ選手を経由してシュート。見事に先制点を奪います。いやー、このゴール今シーズンのベストゴール候補じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗でした。中原選手は個人で突破っていうのも大きな魅力ですけど、人を使うのもすごく上手ですよね。あとはね、ビン選手の落としですよ。うん、もう決めてくださいと言わんばかりの絶妙な落とし。しかもあれってこう浮き球を、しかもスリッピーなこう雨のコンディションという中でやってのけたんですよ。これはやばいですね。そして前半終了、後半へ入ります。ハーフタイムで相模原は崩されていた左サイドの選手を2人変えて、児玉レオド選手と白井選手を投入してきました。なかなかね、後半は前半ほど山形決定機を作れなかったんですけど、77分には南選手の縦パスから林選手が惜しいシュートを放ちます。そしてこの試合一番のピンチが87分、モンテの左サイドを崩され、児玉俊斗選手がシュートを放ち、これはクロスバーを叩きます。もう僕はこの瞬間心臓が止まりました。そしてそのまま試合終了、1-0と勝利をつかみました。続きまして相模原戦試合のポイント、今回も3つ紹介させていただきます。1つ目、いきなりいきます。へっ、何の深掘り。今回
ね、ちょっと一発目に持ってこさせていただきました。今回の兄の深掘りはストロングポイント爆発、制圧した右サイド。この試合皆さんもね見ていて分かったと思いますが、とにかくモンテの右サイドが素晴らしかったです。もう完全に制圧してました。ではなぜそのような展開になったのか、その理由を3つに分けて解説したいと思います。1つ目はシンプルに山形の完成度が高かった。これはまず当たり前のことですよね。自分たちが良くなければ相手がどうであれ圧倒はできませんから。このポイントは何度も動画でお話ししてきたように、右サイドの選手のポジショニングと連動性がいいからです。まあここは本当いつも通り、モンテのいつも通りなので改めて深くお話ししませんが、モンテの右サイドがストロングポイントである、これはもう誰が見ても明確なことです。2つ目は相模原の選手起用です。今節の相模原は左サイド、センターバックに久保田選手、ウイングバックに沢上選手を起用してきました。まず久保田選手、もともとはボランチなど中盤の選手なんですよ。加えて試合出場は6月26日の秋田戦ぶりなんですよね。これはねなかなか厳しいというか、久保田選手の能力が低いとかでは全くなく、やっぱ4ヶ月ぶり、約4ヶ月ぶりの出場が今までやったことがない初めてのポジションっていうのはね、なかなかチャレンジングというか少し厳しいような気はしますよね。まあボランチの選手がディフェンダーにコンバートされることはよくあるんですけど、有名どころだと世界的な選手で言うとアルゼンチン代表、元アルゼンチン代表のマスチェラーノ選手とか、日本だと冨安選手とか、同じ3バックで言うと最近は札幌の田中俊太選手が挑戦したりしていますね。このまま久保田選手をセンターバックにコンバートするのか分かりませんが、まだまだこれから経験を積んだり監督のイメージを共有していくと良くなるといった感じですね。まあ、要するに久々の出場かつ実戦で初めてやるポジション、これをねモンテ戦にぶつけてきてしまったっていうことです。次に左ウィングバックで先発した沢上選手です。セレッソから育成型期限付き移籍中の選手で、本来のポジションはフォワードなんですよ。前節の共同戦に続き左ウィングバックでの先発となりました。沢上選手、京都戦は全然ね悪い出来はなかったですし、僕はこの試合を見てすごく驚いたんですよね、その適応能力の高さに。ですがこの試合は少し良くなかったというか、マークを捕まえきれていない場面が目立ちました。この2つ目のポイントで言えることは、先ほども言った通りポジションをコンバートしたばかり、もしくは初めてやる選手を同じサイド、今回左サイドにね2人固めてしまう。さらにモンテは右サイドがストロングポイントであるのにもかかわらず、まあこれはね正直厳しいというか、監督としても高木監督のミスではあるのかなと僕は思います。もちろんねこの2人の攻撃力を逆に山形の右サイドを押し込むために利用したかったっていうのもあるかもしれませんが、やっぱモンテは継続してずっと使ってる右サイド、対する相模原は、まあ、初めての組み合わせである左サイド、先日の浸透度とかも考えるとなかなか厳しい条件だったのかなと思います。3つ目はフォーメーションのズレです。モンテが攻撃時に 4-3-3 になるのに対し、相模原は守備時に 5-4-1 になります。図を見てもらうとモンテがボールを持つとこのようになるんですよね。見てわかる通り互いのフォーメーションにズレができるんですよ。仮にこれが両チーム4-4-2 だとしたら、このようにぴったり誰が誰のマークだか分かるんですけど、今節のようなフォーメーションだとズレが生じてしまいます。仮に半田選手がボールを持ったら、じゃあどの選手が行くの、39番の選手につかせるのか、36番の選手を上げてつかせるのか。じゃあ36番の選手がつくとなったら、次に中原選手には誰がつく、フリーだとまずいから20番の選手がつきますよ、するとセンターバックの間に大きなギャップができてしまう。ここに半田選手や藤田選手が侵入してモンテのチャンスが生まれるみたいな、なんか前もね僕動画で何回か言ってますけど、サッカーは本当パズルみたいな感じで、こういう細かいズレがどんどん大きくなっていったり隙となってしまいます。とにかくこの細かいズレっていうのをモンテはうまく今節使えていました。ただこれは逆も言えることで、相模原の攻撃時にはモンテの守備にズレが生じやすいんですよ。でも今節はモンテがボールをほぼ支配していたので、あまりそういった場面は作られませんでした。やっぱこういうズレとかね、マークのズレっていうのはピッチにいる選手が細かい修正を行ってすり合わせていくことが多いんですけど、いかんせん相模原の左サイドはポジション経験の薄い選手であったため、うまく修正を試合中にできなかったということなんですよね。
以上3つのポイント、山形の完成度、相模原の選手起用、フォーメーションのズレ、こういった要因が重なり山形は右サイドを制圧できたんじゃないかなと僕は感じました。以上、アーリーの深掘りストロングポイント爆発、制圧した右サイドでした。相模原はメンバー変えての左サイドだったんですね。そうですね、まあ、メンバーが試合ごとに大きく変わるっていうのは相模原のある種特徴ではあるんですけど、やっぱね、あまり経験がない選手とか初めての選手を同じサイドに固めちゃうっていうのはかなり危険なことだったんじゃないかなと思いますね。2つ目、バイタルでリズムを変えるダイレクトパス。モンテのようにボールを持つチームに現れる現象の一つとして、ボールは持てているのにシュートまでいけないっていうものがあります。あまりいいことではないので言いづらいんですけど、石丸監督時代なんかは結構多かったような気がしますね。逆に言うとボールがすごく持ててるということではあるんですけど、ここで今節の得点シーンに注目したいんですけど、このシーン、スピード感をぜひハイライトでもう一度見直してほしいんですよ。とにかく速い。このシーンの鍵は先ほど試合のおさらいでも言った通り、出して動く、パス&ゴーと呼ばれる動きと、もう一つ、ダイレクトパスにあるんです。ダイレクトっていうのはワンタッチのことを指す言葉なんですけど、ダイレクトプレー、これディフェンダーからするともうめちゃくちゃ嫌なんですよね。理由はリズムが変わるからです。ちょっとここで実験してみたいと思います。モンテが2タッチでボールを回しているとしましょう。1、2、1、2、各選手が2回タッチしてるってことですね。1人の選手が2回ボールに触ってるってことだよね。そうそう、2タッチでパスを回してるイメージで、1でトラップ、2でパス、1、2、1、2って回してるとします。じゃあいきますよ。1、2、1、2、1、2、1、2と1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、1、2、1、1、2。違い分かりましたかね。とりあえず違和感はあったよね。そうですよね。最初のに比べて2回目はすごく皆さん聞いてて違和感があったと思うんですよ。理由は途中で1、2じゃなくて1だけの場面があったじゃないですか、うん、これでやっぱ皆さんこうリズムが狂ったというか、あれってなったと思うんですよ。これがサッカーのダイレクトパスと一緒の理論なんですよね。やっぱずっと1、2、1、2のリズムだと相手もすごく対応しやすいんですよ。でも途中でその1が入ってくる、1、2、1、2、1、1、2みたいな、この1ダイレクトが入ってくるとディフェンダーからするとかなりワンテンポずれる。やっぱ一瞬の世界で戦うサッカーの選手からするとこのワンテンポのずれっていうのが非常に大きいんですよ。だからこの得点シーン見ても全くディフェンダーがついてこれませんでした。まあ何でもそうですよね。やっぱこう決まったリズムから一瞬速くなったりとか、一瞬テンポがずれると違和感がすごいじゃないですか。この隙とかが本当ディフェンダーには大きくて、やっぱマークを外してしまったりタイミングを外されてしまったりするわけです。ぜひこのダイレクトプレー、パス回し、リズムが変わる瞬間っていうのを注目してもらえるとよりサッカーが面白くなると思います。3つ目、アンカー南選手の追い越す動き。この試合の南選手かなり素晴らしかったですね。もちろん持ち前のボールを持っている時もそうなんですけど、オフザボールが素晴らしかった。やっぱモンテがいい時は南選手がどんどん前線に飛び込んでいったり、人を追い越す動きっていうものが見られますよね。例えば愛媛戦、深掘りでもお話ししたポケットへの侵入がすごい愛媛戦は多かったですし、今節も高い位置までランニングしていく場面、シュートもすごく多かったですよね。本来アンカーという中盤の底のポジションの選手なので、オーバーラップもね、ディフェンダーはすごく対応しづらいんですよ。やっぱ左翼からこう上がってくるわけじゃないですか。そこでのマークの受け渡しとかが非常に難しいんです。逆に南選手が前線に顔を出せない時っていうのはモンテが悪い時でもありますよね。そんな南選手、本当にね、前線への顔出しすごく増えてきていて、シュートも増えてきているので、本当あとは決めるだけというかゴールだけだと思うので、南選手の今後のゴール期待しましょう。続きましてこちらのコーナー行きたいと思います。今節のディオ女子ズモスバリアブプレイヤー、略してディーズ MVP。 はい、やってきましたこのコーナー。はい、なかなかね、今節もみんな良かったから選ぶの大変ですね。かなり大変ですね。はい、まあ、悩みますけれども、勝手にですが候補を選出させていただきましょう。まず
復帰後初スタメンとなりました藤島選手。いや素晴らしかったですね、うん、キーパーっていうのは試合感がすごい大事なポジションでもあると思うんですけど、うん、全くね本当そういったものを感じさせなかったというか、うん、かなりいいパフォーマンスでした、ね、本当だよね。もう安定感が本当にすごかったです、はい、あとはね藤田選手ですよ、うん、もう輝いてました。もう攻守にわたって運動量豊富でしたし、やっぱねどこにでもいるんですよね。この辺はさすが、ね、ここまで来ると本当疲労度が心配なくらいですね。本当ね。あとはね半田選手もすごく良かったですよね。素晴らしかったです本当。やっぱシュートの場面増えてますね。うん、一発惜しいのありましたからね。はい、これはね今シーズンもそうですし来年さらに良くなっていくっていうのがすごく期待できます。うん、楽しみですね。どうしよう、もう選びきれない。決まりました。はい、それでは発表させていただきます。第34節の D's MVP はどんどこ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 ででん、背番号41番中原光選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。中原選手2回連続の D's MVP 選出、そして2戦連続ゴール、ありがとうございます。ありがとうございます。そしておめでとうございます。おめでとうございます。いやもうここまで来るとなんかもう感謝しかないです。さっきも話しましたけど、個の能力だけではなくて周りの選手を使う能力もすごく高いですし、本当抑えづらい、なんか止め方が本当難しい選手ですよね。やっぱ課題を一つずつクリアしていくというか、まあ、最初カットイン封じられてなかなか厳しかったシーズン序盤、まあ、それが縦も突破できるようになった、そしてマークが厳しくなってきて個人での突破が難しくなった中盤戦以降も周りの選手の使い方でもすごく上手くなってきてるから突破できるようになってきた。本当ねこの壁を乗り越える課題をどんどん克服していく姿っていうのはもう本当素晴らしいものが見えますし、なんかやっぱ若いですからまだまだね天井の見えないというかどこまで行ってしまうんだっていう選手一人ですね。あとですね、ディオ女子チャンネルの中でメンバーで話題になったのが中原選手のヒーローインタビューですね。中原選手、まあと言った数がなんと23回でした。ヒーローインタビューというわずかな時間でですか。はい、あ、かっこディオ女子調べです。いやこれね、なんていうか、ウイウイしいと言ったら失礼になるのかな。でもそういうわかりますよ、フレッシュな感じが本当に好感を持てて、もう本当より応援したくなるというか、もうあのヒーローインタビューとかでサポーターもどんどん増えちゃうんじゃないですかね。可愛かったですよね、うん、やっぱね、中原選手、課題を乗り越えていく選手なのでヒーローインタビューもさらに上達するんじゃないかと思っております。そしてマーの数は減っていくのか、減ったら寂しいな。でも寂しいね、うん、でもね、本当にこれからもね中原選手のヒーローインタビューたくさん聞きたいですし、そしてマーの数が減っていくかにも注目ですね。以上で相模原戦デビュー終了になります。はい、試合総括、久々の連勝でした。いや素晴らしいです、まあ、相模原もね粘りというか、ゴール前でシュートをかき出す場面っていうのもあったりとか、終盤の圧力ですよね、あとやっぱすごかったですし、まあ、最下位ですけど全然残留の可能性があるというか、今回の相模原を見てると本当に最下位のチームなのって思うような力を見せてくれましたね。ただ心配なのは光太選手の怪我です。そうなんですよね、はい、なんかちょっと V はねどこ怪我したのかわからないんですけど、おそらく接触じゃないと思うので筋肉系のトラブルなんじゃないかなと、それこそ肉離れとか、まあ、筋断裂とかだったらもっと多分痛いと思うから肉離れだと思うんですけど、ね、もし肉離れだったりしたら今シーズン終了の可能性っていうのも十分にあるので、いや不安だね、はい、かなり不安ですよね、本当に心配です。あとまあ試合に話に戻りますと、ミドルシュートがねもうちょっと僕は見たかったような気もします。うんうん、中原選手は結構何本か打ってる場面見られましたけど、まあ、グラウンド状況も考えたりとか、やっぱシュートへの姿勢、構成もあったじゃないですか、相手にリフレクションして入っちゃうみたいな、そういうのもあるから、もうちょっと打つことによって相手を引き出すこともできますし、そういったものももうちょっと見れたらいいかなと僕個人的には思います。あと最後にインタビューでね面白いこと言ってましたよね、試合前のインタビューで二部連やってるそうですよ。あ、言ってましたね。二部連って簡単に言うと、例えば午前連だとするじゃないですか、チームが、
したら午前中に練習して午後も練習するみたいな、それは2部練って言うんですけど、このシーズン後半に2部練を行うっていうのはあんま聞いた時がなくて、まあもちろん体への負担もかかるんですよ、2回練習するってことは。だからそのスタメン組だけ最初前半やってサブメンバーだけ2部練っていう可能性なのかもわからないんですけど、これってどういう意図があるのか。ボスは練習時間がもともと短い監督だから2部練する監督だとは思ってなかったんだけど、まさかシーズン終盤でね2部練って驚きです。一体どういう思惑があるのか、そしてチームがこれから2部練によって変化していくのかっていうものにも注目していきたいです。ではエンディングへ行きましょう。はい、ということで相模原戦のレビューいかがだったでしょうか。素晴らしい試合でした。はい、いやもう本当に1対0という、まあ、かなりスコアとしては僅差でね、ヒヤヒヤな勝利ではありましたけど、内容は本当に素晴らしかったですし、次節以降も期待が持てる試合だったと思います。そうだね、はい、そして次節はホームで群馬戦です。楽しみだ。楽しみですね。イベントがすごいたくさんあるようなので楽しみなんですが、その中でも私はパン祭りがリベンジがかかってるんですよ。そうなんですよ。これ前回の時は動画じゃなかったか。じゃなかったね、はい、会場で売っているパンを買ってシールを集めて何個か集まるとモンテの特製のお皿に引き換えられますよというイベントなんですけれども、前回の時点ではまだお皿に引き換えることができてないんですよ。これはもう絶対に手に入れますよ。手に入れたい、はい、本当にね。前回ね、なんかね顔ぐらいの大きいパン買ってシール1個だった時上がったんですよ、はい、もう絶望しましたねその時何個食えばいいんだろう本当に。なんですけどぜひ今回はねたくさんパン買ってパン食べてお皿に引き換えて、すごいお皿も可愛いんですよデザインが。あ、はい、なのでそれを狙いに行きたいと思います。やっぱりねモンテサポなら山崎春のパン祭りよりモンテリオ山形秋のパン祭りでしょう。そうですよ、はい、もう超楽しみです。この動画が良かったな、面白かったなと思っていただけたら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。では次回の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは。